はい、ということでね、今日も、まあ、あの内装を見ていただいたら分かると思うんですけど、29歳に来ております。で、あの今回ね、あの女の杉さんから結婚祝いということで、肉ケーキですか、はい、はい、を作っていただきました。半端じゃないですねこれ。今まであの、ね、いっぱい作っていただいてるんですけど、ナンバーワンですね、完全に。頑張りました。はい、一応なんかお肉はあの炙ってかららしいんで、じゃあのぜひ炙りの作業をお願いしてもいいですか。頑張りました。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。もう香りで優勝してますね。もういただきます。はい、はい、いただきます。あ、ありがとうございます。はい、まずは肉からですか。はい、あ、まずどっから食べてどっから食べてもらったらせっかくよいしょ、ケーキなんで、よいしょ、いいわ。あ、なるほどなるほど。なんとボールということは下に。いや、うわー、これ見て、あ、見えた、こんな感じ。いただきます。ね。めちゃめちゃうめえだこれ。じゃあパン。うん。何これ。すげえ。でこれ。うん。これかぶり。なんかサンドイッチだ。フルーツ系もある。なるほど、サンドイッチもフルーツと。はい、フルーツと。なるほど、フルーツとビーフ。あ、いただきます。サンダで。うん、うまい。ハムかな。マーマレード、うん、うまい。お肉挟んだら絶対美味しいな。そう、野菜とオリジナルソースを。いただきます。うん、うん、パンも調理してしまっていいですか。お願いします。失礼します。はい、うまい。
です、うん、ボールの中身を。うわ。ボールいっぱいのティーボーンステーキが。すげえ。いや、これ。やばいですね。めっちゃありがとうございます。サンドとガーリックトーストです。ガーリックサンドとローストビーフサンドですね。
まローストビーフ。無駄ですね、それ持ち帰り用でやってもらって。あ、OK、分かりました。
でごちそうさまでした。ああお腹いっぱいでございます。あの残ったパンの方もお土産でお作りいただきましたんで、しっかり帰ってからいただきます。めちゃめちゃうまかったです。今日はね、あのお祝いで作ってくださったんで、まあ、ね、正規のメニューではないんですけど、やっぱね何食ってもうまかったです。でも本当に今日はまあ、気持ちも含めてダントツに美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、あの次回はあの居酒屋でお会いさせてください。飲みましょう。飲みましょう。ぜひぜひ。はい、ありがとうございました。